ホメーロス、オデュッセイアの冒頭古代ギリシア語は、ギリシア語の歴史上の一時期を指す言葉。古代ギリシアのアルカイク期、古典期、ヘレニズム期の三つの時代にまたがっており、様々な方言が存在し、古典ギリシア語もその一つである。古代ギリシア語は、その後のヨーロッパ諸言語に最も影響を与えた言語の一つである。ホメーロスの女ジ,ジシ、劇作家、 ペリクレス時代の哲学者、新約聖書等がその詳査と言えよう。また、民主主義のような不可欠な語も含め、英語の語彙に多大な影響を与えてもいる。ルネサンスから20世紀初頭にかけては、西洋の教育制度において、標準的な科目となっていた。学名に用いられている新ラテン語には、今日でも古代ギリシア語からの語彙の引用が、精力的になされている。 ヘルニズム期の古代ギリシア語はコイネー、あるいは聖書ギリシア語として知られ、その後期の形が中世ギリシア語に変異していった。初期のコイネーは古典記との共通点も多いが、ギリシア語の歴史の中では独立したものとして扱われる。コイネーより前の古典記やそれ以前のギリシア語にはいくつかの方言が存在した。ミケーネ文明期のミケーネ語は、 古代ギリシア語に先行する言語である。ギリシア語の起源及び初期の歴史は同時代の資料が欠けており、半然としない。そのため、いくつか仮説が存在する。初期のギリシア語的特徴を有する言語がインドヨーロッパ祖語から分岐してから、紀元前1200年頃まで、どのような古代ギリシアの方言群が存在していたのか。どの仮説も概要は、 共通しているものの細部で異なる。上記の時代で存在が証明されているのは未経年語だけだが、歴史的方言とその背景に鑑みるにすべての方言群が当時すでに何らかの形で存在していたとも考えられる。古代ギリシア語の主な方言は紀元前1120年までには発達していたとされる。 ギリシア文字によるはっきりとした記録が確認されるのは紀元前8世紀以降である。古代のギリシア人は自身にドーリス人、アイオリス人、イオニア人という三つの主な区分があると考えており、それぞれ弁別的な方言を有していた。人目につかない山岳地帯のアルカディアと学問の中心から離れたキュプロスを見落としていたという点を侵略すれば上記の区分は 現代の歴史言語学の調査結果と告示している。これは方言の内実と変化を理解する上で非常に重要である。古典期のギリシア語方言の文部古代ギリシア語の各方言は以下のように分類される。ギリシア語方言の分類は西部と非西部というのが最も古くかつ有力である。非西部諸法ことは東ギリシア諸法ことと呼ばれることもある。 方言群の大半は、ポリスの領域内し島に対応する形で、上記のようにさらに下位の区分に振り分けられる。例えば、レスボス方言は、アイオリス方言の一つである。また、ドーリス方言は、そのような、細かな区分との間に位置する、中間区分も有しており、当初ドーリス方言、南ペロポネソスドーリス方言、北ペロポネソスドーリス方言があった。 イオニア系以外の方言群は主に秘文によって把握されている。注目すべき例外は、サッポやピンダロスの作品だが、これらは断片的にしか現存していない。各方言群はまた、植民史によって独特に表現されることもあった。それら植民史は、時には開拓移民や近隣住民が話すことなる方言の影響を受けて、独自の発展を遂げた。 紀元前4世紀のアレクサンドロス大王の征服の、後、コイネーもしくは共通ギリシア語として知られる、国際的な方言が発達した。コイネーは大部分で、アッティカ方言が原型となっていたが、他の方言の影響も受けていた。古代の方言のほとんどは徐々に、コイネーに入れ替わっていったが、ドーリス方言は現代ギリシア語のザコニア方言として、生き残っているほか、 デモティキの動詞にもアオリストの形を残している。紀元後6世紀頃までに、コイネーは中世ギリシア語に変異していった。日本語では古典ギリシア語という名称が広く知られているが、これは古代ギリシア語と同一の概念ではない。古典ギリシア語は古代ギリシアの諸法ことの中で最も代表的なものとなった古典期のアッティカ方言を指す故障である。 紀元前5世紀頃までは3分の中心がイオニア地方であったため、イオニア方言が主に用いられていた。しかし、前5世紀後半からはアテー内に優れた弁論家、文筆家が多く現れ、さらに政治的にもアテー内がギリシアの中心となったため、前4世紀頃にはアッティカ方言がギリシア世界の標準語となった。この頃に用いられていたアテナイの言語を指して、 古典ギリシア語と呼ぶ。ギリシア祖語以来、以下の音音の変化はほぼすべての古代ギリシア語方言に見られる。W、J は脱落する傾向が強かったが、完全に消失していたわけではない。初期には母音の後ろにあるとき、その母音と結合して二重母音の形をとっていた。C の後ろでの H と W の脱落は、 直前の母音の代償延長に伴って起こった。一方、死因の後の J の脱落には、直前の母音の二重母音化、公害化、死因の他の変化など、多くの複雑な変化が絡んでいた。以下はその例である。母音融合の結果は方言ごとに複雑であった。多数の異なる種類の名詞や、動詞の屈折語尾に起こる融合は、古代ギリシア語文法の最も難解な面を、 体現している。母音融合した動詞の分類、名詞から作られた動詞、母音の屈折語尾において、このような融合は非常に重要になってくる。実際、現代ギリシア語では、母音融合動詞の発達型が、動詞の主要な二つの分類を象徴している。聖書法は古い時代の特徴を残していたが、語彙典ギリシア語の発音は古代ギリシア語から大きく変異した。 古代の発音を完全に再建することはできないが、キリシア語は特にこの時代からかなりの記録が残されており、音歌の一般的な性質に関しても言語学者の間に見解の相違はほとんど見られない。以下の例では、紀元前5世紀のアッティカ方言を代表として取り上げている。王はおそらく紀元前4世紀までに優に変化した。大小延長大小延長に関しては、 どの位置で発生したかで異なる見解がある。A が A とのどちらになるのか EO は半狭の EO と半広ののどちらになるのかというのがその争点である。は難高外音の前では N の微音の前では G の音として現れた。と表記される R はおそらく R の無性の音として五等で用いられた。 死因の分類死因には主に以下の3種類があった。融合同士を活用する際、死因が他の死因とぶつかることがある。この時様々な規則が適用されるが、原則としてただし、これが適用されるのは閉鎖音に対してのみである。摩擦音は優勢かないし無性化の方向でしか、同化せず、共鳴音は同化しない。例としてはギリシア語はインドヨーロッパ語族の他の言語同様。 高度に屈折的である。これは特にインドヨーロッパ祖語の形をよく残しているアルカイック期に顕著に見られる。古代ギリシア語の名詞には固有名詞も含め5つの格、3つの性、3つの数があった。動詞は4つの方、3つの体、3つの認証があり、7つの時生に変化する。接続法未来や命令称といったものは存在しないが、 時制が法と対を、そのように見せることは多い。不定詞と分子は、そう法を、対の限られた組み合わせに対応する形で存在した。未完了過去、アオリスト、過去完了の三次制は、直説法の時世当時が付される。これは本来、その時のように独立した単語に適用されたと、考えられる。インドヨーロッパ祖語における時制は、うとしての意味合いが強かったからである。 カオンは、直説法アオリスト、未完了過去、過去完了に対して起きたが、他の法のアオリストには行われなかった。ギリシア語のカオンには、音節的カオンと、時量的カオンの2種類がある。前者は、死因で始まる五感に起こり、窃盗時が付される。ただしで始まる場合は、後ろに、ローマイナスを重ねた上で、が付され、ローローマイナスの形になる。後者は、 母音で始まる語幹に起こり、以下のような超音化を伴う。なお、超単どちらも表す母音は弁別のため、超音には、マクロンを、単音には、ブレーベを付してある。ウプシロン、イータ、オメガは変化しない。イプシロン、イプシロン、イオタのような例外は、歴史言語学的には、母音間のマイナスシグマ脱落によるものと、説明される。ホメーロス以後、詩では、 慣例的に過音がなされないことがある。官僚、過去官僚、未来官僚のほとんどでは、動詞幹の語頭で常音が用いられる。しかし、官僚の一部では、例外的に常音が使われず、また反対に青リストで常音が用いられることもある。常音には、以下の3種類がある。例外的な常音は、歴史言語学的に理解できる。 例えば、ラムダアルファーミューベータニューオメガの完了幹はラムダ、ラムダイータファイアルファではなくイプシロン、ラムダイータファイアルファであるが、これは元々の形である、シグマラムダアルファーミューベータニューオメガが規則的な変化を経たためである。重複は特定の動詞の現在幹において目に見えることもある。そのような語感は、互根の互頭のシーンの音節を加える。一部の動詞では、 重複の際に美容が現れることもある。古代ギリシア語は方言ごとに独自のバリエーションを加えつつギリシア文字で書き表された。初期の文章は牛公式で記されていたが古典期には左横書きが標準となっていた。また古代のギリシア文字に小文字は存在しなかったため当時の文章は全て大文字で書かれていた。近代に編集された古代ギリシア語文献は アクセントと規則記号が付され、大文字と小文字が混在する分かち書きで書かれている。しかし、これらはすべて後の東ローマ帝国時代になってから導入されたものである。いかに、プラトン、ソクラテスの弁明冒頭部の様々な表記のされ方の例を示す。20世紀初頭までは西洋の教育制度において、ラテン語と古代ギリシア語の学習は、 カリキュラム内で重要な位置を占めていた。今でもヨーロッパではイギリスのパブリックスクールやグラマースクール、イタリアの文化高等学校、ドイツの文科系ギムナジウムのような伝統校、エリート校では古代ギリシア語が必修科目や選択科目となっていることがある。例えばドイツでは2006年7月現在1万5000人の生徒がギリシア語を学んでいる。 ドイツ以外にも世界中の主要な大学で西洋古典学としてラテン語と共に今なお教えられている。フランスでは中学2年からラテン語と古代ギリシア語を学ぶことができる。教育以外の現場での要例としてはヨーロッパ諸言語で専門用語を心造するときが挙げられる。文学界では例外的にヤンクルジェサルドが陰文、三文を書いたことがある。また、 アステリックスがアッティカ法原版で何巻か出版されているほか、ハリー・ポッターと賢者の石の古代ギリシア語訳もある。主にギリシア国内に限定されるが、敬意、賞賛、思考を示したい団体や個人によって用いられることも、ある。現代のギリシア人が、部分的であっても古代ギリシア語を理解できるという、事実は現代ギリシア語と、 その先駆となる言語の密接な関係を物語っている。ありがとうございます。